どうも、ハマの YouTuber 宮野です。今回は新しいゲーム実況をやっていきます。ということで、英語とクイズの心世界、こちらのゲームをね、実況していきます。ではやっていきましょう。まあ、このゲームね、最近広告とか結構出してるので、もしかしたら、ね、見かけたことある方いるかと思うんですけど、まあ、なぜね、このゲーム今日始めるのかと言いますと、はい、こちら、5等分の花嫁コラボということで、なんとね、5等分の花嫁コラボをしてるんです。はい。まあ、なのでちょっとね、もう僕5等分の花嫁めちゃくちゃハマってしまったんで、もう5等分のためだけにね、このゲームを始めました。なので今回はね、こちらの5等分の花嫁のキャラが出るチケットをね、引いていきます。ちなみに僕は1か2のミク、四つ葉、五木の中だったら一番ミクが好きですね。ここにちょっと見えると思うんですけど、クリアファイル買うくらいね、まあ、好きなので、今回ミクを当てていけたらなと思います。ではやっていきましょう。はい、ではこちらですね、5等分の花嫁確定ガチャということで、必ず5等分の花嫁ユニットが当たるらしいです。なので、この5人のうち誰かが出るというガチャです。もうね、平等とか知らないから、公平に行こうぜとか全然知らないから、ミクだけ、ミクだけです。行きましょう。公平に行こうぜじゃないから。行きます。頼むよ、本当に。ミク。お願い！あんまりね、ガチャも引けてないんで、演出とか全然わかってないんですけど、誰が出るか頼む。ミク演出長いな超長いな。誰だ。おお、マジか。ちょっと待って、今すっごい顔してたと思うんですけど、うわー、引けたわ。本当に5分の1でミク引けるとは思わなかった。いや、これめっちゃ嬉しいわ。まあ、5等分のコラボね、ボイスがないのがちょっと残念だなってちょっと思ったんですけど、いやー、狙い通り、ミクが当てることができました。いやー、めっちゃ嬉しいわ。ちょっと見ていきましょう。はい、ということでこちらですね。まあ、今持っている僕のキャラクターっていうのがこちらなんですけど、今回当たったミクですよ。はい、中野ミクということで、いや、当たりましたね。本当に5等分の中だとね、一番好きなんですよね、ミク。こんな感じでね、クリアファイルを買ってしまうくらい、まあ、好きなんですけど、いやー、当たったよ、本当に。そう、先ほども言ったんですけどね、この5等分コラボね、ボイスがないのが、まあ、ちょっと残念だなと思うんですけど、まあ当てられてよかったです。はい、そんな感じで今回は5等分の花嫁確定チケットガチャ引いていきましたが、見事ね、5分の1の確率でミク当てることができました。マジでミク推しだったんでね、でもこれは神引き、僕の中ではね。はい、まあ、5等分の花嫁ね、アニメは終わってしまったんですが、もうそれでも熱冷めなかったんでね、まあ、ゲーム始めたわけなんですが、いやー、本当にやってよかったなと思います。でね、今ガチャの方70連引けるように石を貯めてるんですけど、70連引くためにはね、21000、まあ、石貯めなきゃいけないので、ちょっとね、70連引けるかどうかっていうのわかんないんですけど、まあ、貯まった分はね、ガチャ引いて、まあ、動画にしようかなと思ってます。そちらの方もね、また見てもらえたらなと思います。そんな感じでこの辺でこの動画を終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次の心世界、また他の実況でお会いいたしましょう。じゃあね、バイバイ。